皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、THC オカルトラジオ、ともです。ケイスケです。本日はケイスケ企画です。はい、よろしくお願いします。今日はですね、本当にあった日本の闇バイトということで。お、いいよ。はい、結構好きだよ。そうですよね、うん、まあでも今回はこんなバイトがありましたっていう詳しい、なんかみんなが知らない、そんなのあるのみたいなのじゃなく、うん、有名なやつをちょっと紹介していこうかなっていう感じですね。はい、まあ視聴率がね、うん、よかったらまた掘り下げ て、 っていう。そう、こんなのもあるらしいよって、まあ、ちょっと都市伝説じみた方に行ってもいいのかなっていうのも、なるほどなるほど、思うんですけども、まあ、今回は本当に実際にあったものということで、はい、この一個前にちょっと精神的ダメージ食らうやつ撮影してたじゃないですか。はい、ちょっと食らってますね、僕。食らってますね、うん、食らってます。めっちゃなんかどっと疲れきましたね。なんかね、疲れてましたね。なんでちょっとあの、こうそういう系好きなんで良かったです。嬉しいです。なんでまあ、僕もねそんな詳しくないんで、はいはいはい、いろいろ紹介しつつ、なんかコメント欄とかでね、こんなのもあるよっていうのがあれば、ああそうだね、ぜひ書き込んでいただければなとか、うん、聞きたい。俺もなんか知ってるのあったら言うわ。はい、よろしくお願いします、はい、とかまあ実際にやったことあるとか、あそういうのもちょっと聞きたいかなと思っております、うんうんうん。なので初めてこの動画からオカルトラジオを聞く人はコメント欄でも楽しめるようになってるんじゃないかなと想像しております。なるほど、はい、いいですね。ということで今回は紹介させていただきます。いわゆる裏バイト、闇バイトは稼げるかもしれませんが、はい、違法なケースが珍しくないですと、うんうん、犯罪に巻き込まれたり逮捕されてしまったりする人もいますということで、うん、今回はその闇バイトを紹介していこうかなと思います。はい、はい、お願いします。まずは大体3つの種類があると。違法な仕事、うん、法的にグレーゾーンな仕事、うんうんうん、合法でも肉体的精神的にきつい仕事、あ、はい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 、大体この3つに分けられるみたいで、うん、どれも危険性のある仕事ですが、それぞれの仕事で注意しなければならないポイントが大きく異なっていますと、はい、まずはそれぞれの仕事や特徴、代表的な仕事について解説していきますと、はい、まず1つ目ですね、違法な仕事、はい、違法な闇バイトですね、うん、の一例の中には名義口座売買ですね、うんうんうん、そして運び屋、そしてかけ子受け子といったものになりますね、うん、この辺の違法なバイトをしてしまうと犯罪を含めた何らかのトラブルに巻き込まれる可能性があります、うん、そして自分自身もペナルティが課せられる恐れも出てくるでしょうということですね、うんうん、もしも初めて見た闇バイトが違法であることが分かった場合は速やかに手を引いて警察への相談が必要となるかもしれません。で結構気になるのが、うん、違法と知らずに行っていた場合は、うんうん、逮捕とかされずに済むんじゃないのっていう意見があるみたいなんですけど、うん、ケースにもよりますが、うん、仕事を依頼された人から騙されたり脅されたりしている場合は逮捕されずに済むケースもあります。なるほどなるほど。しかし多くの場合は知らなかったとしても逮捕の対象になります、うん、ということなので気をつけてくださいということですね、うん、あらかじめ知っておかなければなりませんということですね、うん、そういうのに引っかからないために。そして2つ目、法的にグレーゾーンな仕事、別れさせや示談やアイコラ画像収集ですね。この辺がグレーゾーンの闇バイトになっております。で収集がバイトになるの？そうなんですよ。へ、まあ、働く先の業者によって違法かどうかっていうのが異なるケースもあるし、うん、働き方によって違法だったり合法だったりする場合もありますと、うん、また本来違法のような内容であったとしても理屈を加えることによって合法となっているものもあります。なるほどね。へりくつみたいなので、ああ、まあなんとなくわかるよ。うん、あの例えば薬物とかのさ、はい、数式に1個足して、その数式じゃなくして、はい、でも摂取はそれと変わらんからさ、はい、で合法ドラッグとして売るみたいなさ、へえ、うん、そういうのとかもあるからね。まあだからそういうグレーゾーンっていうのはそういうなんていうんですかね、抜け目を見て、うん、いろいろやってくものなのかな。うんうん、で大体風俗の場合は経営方法によって買収法違反になる危険性がある場所もあると。ああ、まあそうだね、うんうん。そういう勤務先とかでちょっと違法だったり違法じゃなかったりするっていう。うん、あと職場が反社会勢力とつながりがある場合は、うん、仕事とは別の点で違法になりますっていうことですね。なのでこの辺も見極めが大事ですよと。うん、そして3つ目、合法でも肉体的精神的にきつい仕事。うん、はい、こちら合法ですね。知見モニター、うんうん、マグロ、カニ漁船、うん、特殊清掃員、うん、そして死体洗いということなんですけども、この辺は
合法なんですけど、まあ、体力的に精神的にきついと言われているバイトですね。この死体洗いって、はい、あの都市伝説みたいなので言うと、はい、なんていうんですか、その例えば人身事故の破片を拾ったりとかっていうバイトがあるみたいなのとかって思われがちなんですけど、うんうん、こういうのは大体、納棺師さんとかだったりとかで、ああそういうことね、うん、納棺する前に体をきれいにして化粧してっていう、そっちの、そっちのやつね、はい、うん、床っていう、ね、そうですね、うん、はい、なんですけども、まあ、実際にあるバイト、うん、で、まあ人によってはちょっと精神的にきつくなっちゃったりとかもするんじゃないかなっていう、うんうん、まあ、あとは治験モニターとかは自分の体を駆使して試したりすることなんで、うん、まあ、もしかしたら何かあるかもしれないっていう、目薬が高いっていうね、あ、そうなんだ、うん、目薬の、ああだって失明とかしたら怖いですもんね、うん、まあ、なんで高いかっていうの知ってる？治験って。分かんないです。治験ってさ薬じゃん、はい、だからさ24時間働いてるわけ、はい、だから高いんだって。お、まあ、もちろん危ないっていうのもあるよ、はい、だけどあれの治験の多くって要は海外の薬をその日本用に改良っていうか、うん、日本に入れるために試すっていうのが多いから、はいはい、うん、まあ海外ってさちょっと体は大きいからさ、うん、あ、だから効力も強いとかって言いますもんね。それをちょっと日本用に改良したやつを、うん、と入れる、体に入れるっていうのが多くて、でその働いてる時間が例えば3日だったらさ、普通のバイトってさ、はい、まあ長くても8時間以上働く場合は1時間休憩入れるとか決まってるけどさ、うん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 、そういうのがあるじゃん、はい、だけど治験の場合ってさもう止まってる時も試してる仕事してるからさ、うんうん、もう24時間フルなのよ、だから高い、まあ、その労働時間の、そうそうそう、労働時間が高い、あ、なるほどね、もともとのその時給も高いだろうけど、はい、その労働時間も長いからっていうのがあるね。まあ、なんか言っちゃえば、うん、その例えば雑務とかをするわけじゃなく、そうそうそう、薬飲んで経過を見るだけなんだけど、うん、拘束時間が長いみたいな感じか。そうそうそう、めちゃくちゃ暇だってね。あ、そうなんだ、うん、やることないですか。まあ、健康診断があるだけで、はい、あとゲームとかが用意されとるところもあるし、はい、されてないところもあるし、へえ、うん、それで一日過ごすのめっちゃきついです ねじゃあ、まあこっからはちょっと今紹介したものを少しずつ、うん、まあ、さっきより詳しくね、具体的にどのような仕事を行うかっていうのを紹介していこうかなと思います、うんうん、はい、まずは違法なバイトからなんですけども、うん、名義口座売買についてですね、うん、自分名義の口座を他人に売ったり自分の名義を人に貸してお金を借りたりする仕事ですと、うん、1口座あたり1万円から4万円を稼ぐことができます。で、主に闇バイトを紹介する掲示板などでの募集が多く、やり取りはネット上で行いますと、うん、で、口座の売買や名義を貸すことは法律で明確に違法と決まっており、詐欺罪で逮捕されてしまいますと、うん、どちらも簡単に高額な報酬が手に入りますが、犯罪行為なので注意しましょう、うん、ということですね。平均週報酬が1回あたり2万から4万円、うんうん、で、勤務時間がだいたい1時間、これは口座を所有していた場合ですね、うん、そしてリスクが詐欺罪で逮捕、銀行口座の凍結ということになっておりますね、うん、まあなんとなく想像はつくかな。まあそうだね、うん、うん、じゃあ続きまして、うん、運び屋ですね。運び屋とは指定場所に依頼物を運ぶ仕事です。ただ運ぶものが問題で、例えば麻薬や銃、盗んだ現金など犯罪に関わるものが多いですと。運ぶこと自体は何ら違法ではありませんが、運ぶ中身が違法であれば仕事自体も違法となりますと、うん、捕まった場所と中身によっては死刑となってしまいます。あ、はい、うん、これで疑問に思うところみたいなのが、うん、運んでいる最中じゃなくて、うん、運び終わった後にバレても捕まっちゃうのかっていうことなんですけども、うん、はいはいはい、これは、運ぶものが違法な場合には、うん、運び屋を行った事実が発覚した段階で逮捕となってしまいますと。あ、じゃあ運び終わってからもだね。はい、運んだっていう事実があると捕まってしまうみたいですね、うんうんうん、なんか受け渡されたものを運ぶだけだと思って引き受けたらある日急に逮捕されてしまったという事例もあるみたいですね、うんうん、はい、こちらなんですけども、平均報酬1万から10万円、うん、で、日給ですね。で、1回の勤務時間が早ければ1時間だったり1日かかったりすることもあると、うん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 、まあ、運ぶ場所だったりとかにもよるっていうことですね、はいはいはい、で、リスクは麻薬所持や銃刀法違反で逮捕、うん、海外の場合死刑の可能性もありますと、うん、いうことですね。でもさ、まあ、1万から10万じゃん、はい、マックスの10万だとしてさ、その10万の仕事がさ10日あれば
100万だもんね。うん、まあ、でもリスクが、まあまあだろうね、その辺のリスクはあると思うけどさ、まあこれはちょっと甘い蜜というかさ、多分何回もやっちゃうだろうね。そう、今1回うまくいっちゃうと、うん、なんか地元の悪い先輩とかにそそのかされて1回やって、うん、味しめたりとかしたらやっちゃう人もいるんじゃないかなっていう、ね、うん、でも自分は何ハンコンドルかわからんとかね、うん、実際僕らまあ、そういうのに関わったことがないんで、うんうんうん、わかんないですけど、普通にあることですよね。なんかたまにニュースで出たりとかするじゃないですか、うん、まあ、あると思うよ。でも東京とかで、うん、そういうのは普通にたくさんやってたりとか、まあ、例えば名古屋とかだって、ね、うん、都会とかだったら結構多かったりするんじゃないかなっていうのも思いますね、うんうん、続きまして、はい、かけ子や受け子なんですけども、うん、主に振り込め詐欺で使われる仕事名ですと、うんうんうん、かけ子が振り込め詐欺の電話役、受け子が振り込みされたお金の受け取り役を指しますと。振り込め詐欺は複数人で行うことが多く、かけ子や受け子をアルバイトとして募集することも珍しくありません。このアルバイト募集の時には身分証明書の提出を求められるケースが多いのですが、これは特に気をつけてくださいと。これまあバイトするってなったら身分証明書を普通提出するじゃないですか、うん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 、この仕事の場合悪用される危険性が高いと。あ、そうだね。なのでまあまあ分かっていく人に限るんですけど、うん、提出しない方がいいぞと。それでもやっぱ向こうは都合よく使いたいんで、身分証明書なしでも雇ったりとかっていうのがあると思うので、うん、そういう場合も出さないようにしろっていうのが 大切みたいですね。なるほど、はい。振り込め詐欺は警察に見つかる可能性が高いため、かけ子や受け子のバイトを身代わりに首謀者が雲隠れするというケースがたくさんありますと、うんうんうん、身分証明書は身代わりの証拠として使われやすいため、必要以上に提出を求められた場合には犯罪を疑ってください、うん、でもこれ実際普通の闇とかじゃなくて、そうなんですよね、うん、普通に募集してたりしますからね、うん、そういうのがね、またで実際例えば飲食店のアルバイトの面接だって身分証を出すわけじゃないですか、うんうん、それを断るみたいなのがどうやってやればできるのかなっていう。断るっていうよりかは、悪用された事実があった時に訴えるしかないよね。うん、まあ実際これも違法だって分かってやってるか、やってる人は。ああ、でもね、例えばだよ。例えば俺が聞いたケースだと、東京とか行って、はい、まあ地方でもどこでもいいんだけど、苦学生っていうかさ、はい、大学生ってさ、お金ないじゃん。うんうん。それでもさ、自分が行きたい大学だったりとかしてさ、はい、まあ朝から晩まで働いてとかさ、うん、休みの日はね、で大学を行って大学終わったら働いてみたいな、うんうん、そういう人とかはね、手出しやすいっていうね。まあ知らずになのか知ってなのか。そうだね。まあ知ってるでしょうね、大体ね。まあなんで実際こういうバイトは違法なんですよっていうのを今日知ってもらえれば、うん、その何かあった時にもね、うん、対処できるのかなとは思うんですけども。でも俺受け子ってさ、はい、なんかまあ下ろすわけじゃん、お金を、うんうん、それってさ、もう 100% だよ、 100% 監視カメラついてるじゃん、はい、ATM なんて、うん、それをやろうと思うなって思うけどね。まあその辺を知らない人たちを捕まえてやるってことだよね。だってコンビニ銀行ぐらいじゃん、うん、まああとなんかドラッグストアとかスーパーとかだったり ATM あるけどさ、はい、まあコンビニが多いじゃん。そうですね。いや 100% 監視カメラあるじゃん、うん、ありますね。いや、なんでそこ行っちゃうかねって思うけど、ね、うん、まあ知ってればね、それが罪だって分かった上で、ね、だったら行くわけないでしょってなるけど、うん、そうかそうか、それすらも知らんと、別に映っとってもあれか、うん、ただただちょっと下ろしてきてって言われとるだけみたいな。あ、下ろしてきた額の何パーあげるでさ、うんうん、そう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 、うん、もうそれだったら、例えばじゃあ100万下ろしてきてって 10% あげるでってなって1万、あ、10万円じゃん、はい、10万円下ろしてくるだけでもらえるなんてうまい話マジないからね。マジでそうなんですよね、うん、だからまあお金なくて、大学生とか高校生もっと遊びたい、うん、でまだ無知な状態の時に、うん、あれだっすとか言って悪い先輩にそそのかされて下ろすみたいなのはあるかもしれないですよね、うん、まあ、だからその辺を知っとってもらえれば防げるものなんで、まあ、ちょっとこういう犯罪につながるものも紹介してるんですけども、うんうん、こちらの、かけ子受け子の、はい、平均報酬が、詐欺金額の 3% から 10%、うんうんうん、はい、
1回の勤務時間 1時間から、1日でリスクが詐欺罪の危険性と、まあ、そうだね、はい、うん、そういうことですね。こういうのはちょっとなんか聞いたこともあるしね、うんうん、それをの被害に遭ったとか、うん、なんで皆さんも気をつけてくださいと、はい、して続きまして、うん、パチンコの打ち子、うんうんうん、はい、仕事内容は桜としてパチンコやパチスロをするお仕事ですと、うん、桜の場合は店側が事前に勝てるように設定した台を打つように指示があり、開店から閉店まで打ち続けますと、うん、日給は5000円から2万円程度が相場です、うん、これが違法っていうのは少し意外だなっていう意見があるんですけど、うん、パチンコの桜はパチンコ屋の店長の着服につながっているため犯罪として扱われてしまうのですと。なるほど、いうことですね、パチンコ好きな方には魅力的なバイトですが違法行為なので気をつけましょう。うん、昔なんかあったよね、豊橋でも。あ、そうなんですか、うん、そういう事件が犯罪事件っていうか桜やっとるとかさ、はいはい、なんかあった気がする。へえ、うん、あ、でも確かに聞いたことあるな、ね、うん、なんかパチンコの桜はそこら辺にいそうな、今はどうか分かんないよ、うん、まあ、ちょっと厳しくなってて、ね、なんか厳しくなったみたいな話は聞いたことあるけどな、ね、そうね、うん、これが平均報酬が先ほど言った5000から2万円、うん、で勤務時間は営業中ずっと、うん、で横領や、うん、窃盗の共同犯の可能性ということですね、罪が。はい、いや続きまして、うん、偽造クリエイターなんですけども、パソコンを使って完璧に近い偽造を目指す制作と、うんうん、偽造品の販売や名義を貸してくれる人との交渉をする、うんうんという2つの役割がありますと、うん、だいたい偽造免許証の相場は10万円、これが公文書偽造罪に当たるので注意が必要ですと、うん、1年以上または10年以下の懲役となっておりますと、うん、なので手を出してはいけませんということですね、はい、まあ、これが先ほど言ったアイコラとかもこの辺に入ってくるのかな。うん、うん、なるほどね、はい、まあ、この辺はね、ぶっちゃけそういう話ありますよ。あ、そうなんだ、うん、普通にデザインとかやっとるとね、はい、でそのまあそんな免許証とかはないよけど、これ結構偽造じゃないのかなっていうのとかあったりします。やってないしそういうのは、はい、わかんないけど、多分そういう話ってある程度その仕事があるデザイン事務所だったりとかは結構来てる気がする、はい、来てるっていうか、まあ可愛いもんだと思うよ、その免許証、うんうん、とかに比べたらね、はい、うん、でもなんか例えばこの書類の日付だけ直してくれとかさ、あ、うん、俺聞いたことあるのは、うん、例えば事故、交通事故、車で、うん、まあ、当てられたとして10ゼロの場合に、うんうん、病院に通って、保険いっぱいもらうみたいなのやるっつって、うんうんうん、病院に通わないといけないんだけどみたいな、うんうんうん、それを行ってないのに行ったことにしてもらったみたいなのとか聞いたことあるんですよ、うんうんうん、そういうのって偽造になるんですかね、そういうのを作ってもらうクリエイターの人に。あ、なるんじゃない、診断書とかも。そう、なんか前さ、物の値段みたいな、ダークウェブで売られてる物の値段とかの時にやったけどさ、はい、そういう診断書だったりとか、うんうん、あと卒業証書だったりとか、まあ、会社休むためのね、口実だったりとかさ、結構こう、まあ、ぶっちゃけ簡単っちゃ簡単じゃん、こっちからすると。あ、作るのなんて、作るのなんてやっぱそうっすよね、うん、まあ、ただだからこそ犯罪なんで、うん、手を出さないようにってことですね、うん、でもね、俺はできん、正直。なんでできんかっていうとさ、はい、Mac と Windows って色味全然違うじゃんね。ほう、 Mac の画面ってさ、まあ設定にもよるんだけどめちゃくちゃ明るいじゃんね。はいはいはい。でもそれ、その白で見た白と Windows のノートとかで見た白と全然違うじゃんね。ほう、同じ白に見えとっても。だからいつ何でバレるか分かんないからさ、怖くてできん、その辺知っとるとね。あ、なるほどね。うん、ただただそういうのに強い、例えば数値まで指定してくるんだったら話は別かもしれんけど、うん、まあ、でもやっちゃダメです。まあやりませんね。それよりもいい仕事もらっとるからね。そうですね、ちゃんとした企業さんに。そう、だからこんだけリスクあるのに、まあ、意外とそんなに高くないっていうね。そうなんだよね、うん、それじゃん、それ高くないから、うん、これが例えば高額で100万もらえますとかだったらさ、うんうん、まだ違うのかもしれんよ、うん、けどそれがたかだか5万だったら自分の
映像のお金とかホームページのお金とかの方がはるかに高いからさ。そうですよね、うん、だからあれっすよ、ね、そんな暇ねえよっていう。そういうのも知らない人を狙ってやってるから。そう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 じゃん。だから値段もそんな高くなくても、例えばその知らない子だったらそんなもらえるのってなりますよね。なると思う、うん、まあ時給、うん、例えば900円のアルバイトに比べたら高額だってなって、ね、騙されやすいというかね、うん、続きまして出し子なんですけども、うん、これは仕事内容はお金を口座から引き落とすといった単純なものですが、引き出すお金は詐欺によって奪い取られたお金のため、出し子の仕事は、窃盗罪を構成することとなりますと、うん、捕まってしまうと50万円以下の罰金か1ヶ月から10年以下の懲役を食らうことになります、うん、ということですね、はい。まあ、これもねさっきはちょっと紹介したんですけども、より詳しく、うんうん、罪がこんなことですよっていうのも紹介させていただきましたね。ではここまでがちょっと犯罪、違法な闇バイトを紹介したんですけども、うん、結構時間経ちましたね。あ、本当だね。俺がちょいちょい。いやいや、全然全然。もうゆっくりやりたいです。ちなみにですけど、はい、まあ、運び屋ってさっきあったじゃないですか。はい、あ、今からやるのか、詳しくは。いや、運び屋は、あの、犯罪の方に入ってましたか。犯罪の方に入ってます。入ってますか。運び屋って、まあ、車で運んだりとか、いろいろあるじゃないですか、運び。はい、運び方、手段というか。うん、うん。まあ、車だとして、はい、それさ、じゃあ、違法なもん運んでますっていう自覚があったら、はい、どの車で運びますか。どの車、何の車で運びますか。まず運んどる時のリスクっていうのは職質だったりとかさ、はい、検問だったりとかするわけじゃん。はいはいはい。まあ、検問はちょっと無理かもしれんけど、職質を突破する車っていうのがあるんですよ。あんまり職質されない車って言ったらいいか。軽自動車。あー、軽自動車ももしかしたらそうかもしれない。うん、まあ多分半分正解ぐらい。例えばさ、じゃあそっちの反社の人たちとかがさ乗ってそうなさ、うんうん、黒いベンツとか黒いのベンツとか、はいはい、セダンみたいなのって、うん、なかなかね、うんうん、止めますよっていう、はい、あなたたち止めますよって言っとるようなもんじゃん、はい、なんでやっぱり狙われにくいものに乗るんですよ。ほう。それが一番突破しやすいのってプロボックスなんですよ。プロボックス、プロボックスってちょっと箱型の普通車みたいな感じですか。ワゴンみたいな、うんうんうん、あの業者がよく乗ってる。はい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 、はい、なんすよね、やっぱり業者なんで、車用車っていうか、うん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 、一番目つけられにくいって俺は聞きました。そうなんだ。あのヒットマンもよく乗ってるらしいっす。なんか兼用みたいな感じでやってる人いるかもしれないですね。まあ確かにね、一番目立たんもんね。だから今で言うとさ、うん、プリウスとかもそうなんじゃない。あ、よく走ってるし、車用車で使ってるところも多いし、ましてやタクシーとかね、うんうん、タクシーに偽装したプリウスとかさ、うん、まあその、 あの車怪しいなってなりにくい車種、うん、じゃあちょっとなんか次からそういう車見たら意識しちゃうわ。かもしれんとか言ってだから次からはい、ドライブの時にそういう車見たらそういう情報を教えてあげるという持ち主すげえ嫌な気持ちになりますよね。あの例えばケイスケが誰かとドライブしとる時に、あ、見たら、その友達とかに ね一緒に乗ってる、うん、ああいうのってっつって、うん、実はさっつって前の車そうかもしれんよまあちょっとドライブの中のね、うん、あの小話として使えるんじゃないかと、うん、いやすげえな、よくそんな知ってますね。ちょっといろいろね聞きましたよ。ケイスケも知ってる人からですけどね。ああ、なるほど、うん。はいはいはい。なんかこういうのも、うん、話していいやつもっと教えてもらえたら特集したいですね。話しちゃいかんやつめちゃくちゃ教えてくれるで。話せんやつ、ね。話せんやつね。もしかしたらね、いつか話せる日が来るかもしれない。いつかでも呼びたいなと思ってる。呼びたいですね。うん、そのらしいの時に、うん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 、もう本人ももちろん声は変えるよ。うん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 、ちょっと楽しみにしてます。うん、はい、THC オカルトラジオ、ともです。木村です。ケイスケです。いつも THC オカルトラジオをお楽しみいただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はオカルトラジオをより楽しむための2つのポイントを紹介します。1つ目はチャンネル登録。登録するとオカラジの最新情報が届きます。
スマホで見てる方は画面真ん中少し右あたりに赤い文字でチャンネル登録と書いてあるのでそこをタップしてください。2つ目はサブチャンネル。実は私たち映画レビューや食レポをやっているのでそちらのチャンネルもおからじサブチャンネルで検索してそちらも登録お願いします。お願いします。じゃあ続きまして、グレーゾーンのお仕事について詳しく取り上げていこうかなと、はい、まあ、少し詳しくという感じですね、うんうん、まず別れさせ屋ですね、人為的に男女の関係に割って入って別れさすようにするのが仕事ですと、うん、依頼によって演じる役は違いますが浮気相手や恋人などに扮し証拠現場を写真に撮り破局をさせるというものですと、うん、バレた時のリスクが高く拘束期間も長いです。報酬は10万円以上もらえることもあり美味しいバイトと言われていますと。別れさせ屋は違法じゃないのかっていうことなんですけど別れさせ屋自体は違法ではないんですが、うん、探偵業の届け出がない業者は違法となりますと、はいはいはい、また盗聴行為や人の敷地に無断で入ること脅しなどは違法ですと、うん、いうことですね。これが平均報酬約15万円、出来高制のところもあるので変動はありますと。1回の勤務時間が半日から1日、リスクとしては対象にバレる可能性がある、うんうん、で違法性があるケースもあるということなんですけども、うん、これね僕実際友達に元探偵がいまして実はね、はい、うん、その人はね1回捕まったことあるんですね、まあ、だけど無罪不起訴不起訴、うん、でっていうのもその勤めてた会社の上司の人が、うん、無理やり許可取ってる体でうんうん、本当は取ってないんだけどやらしてたみたいな。ああなるほどね、はい、でやってて、後に別れさせられた方から訴えられて、うん、いろいろ判明して、うん、こう一回捕まるみたいなことがあったみたいなんですけど、普通にニュースにもなっててね。あそうなんだ、はい、名前も出ててすごい騒ぎだったらしいですよ。へえ、この友達界隈は。あちなみに探偵に会う人ってどんな人だった。会う人、探偵が向いてる人、なんかイメージ的にはちょっと好奇心旺盛という か、うんうんうん、なんか気が多い人というかあみたいな印象はあるかな。何の事件でも首突っ込んでくるみたい な、 たいなコナン君みたいな。そう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 。まあ探偵って聞くとね、うん、そうだよね。ビビるほど特徴がない人っす。ああ、うん、なる空気。はい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 。うん、どこにでもいそうな、どこにでもいそうな人。あなるほどね。すれ違ってその日すれ違ったことを覚えられん人。あ街 でそうか、特徴ない人、まあ、例えば俺とかはさ、はい、大きいじゃん。あもうそれで一つの特徴なのよ。うわ今日大きい人にすれ違ったって思う、はいはいはい、でケイスケとかだとさちょっとイケメンだったりさ、木村さんだったら高身長だったりとかするじゃん、うん、そういう人って残りやすいじゃん記憶に。ちょっと違うっていう、うんうんうん、だからビビる人ほど特徴がない人。すっげえ普通。すっげえ普通な人。あ、まあ、僕なんて特に道歩いてる時もうるさいですから。あ声がね、うん、うるさいとかさ、悪い声がうるさいとか特徴があるとか、うんうん、そういう人はねあんまり向いてないじゃん。あそうなんだ、うん、へえ。まあでもなんか分からんでもないですよね、うん、村人 A になれる人って言ったらいいのかな。でも探偵はそうっすけど、うん、別れさせ屋って別れさせ屋はちょっと違う ね、 ねだから思った。なんかこう気を引かないといけないというか、うん、みたいなところもあるんで、ね、まあだから探偵に向いてる人もいるかもしれないですね、うん、聞いてる人で。そうですね、うん、まあ、この辺はグレーゾーンなんで違法じゃない場合もあるんで、うん、それは職場次第ということにもなりますね、うん、あと自分でその仕事を受けるかどうかっていうこともあるので、うんうんうん、検討してみてはいかがでしょうかと、うん、続きまして、はい、時短屋、うん、主に交通事故などで当事者の代わりに交渉をし報酬を受け取る仕事ですと、はいはいはい、弁護士資格のない者が示談を受け負って報酬を受け取るのは違反行為になるため注意が必要となりますと。あ、中には反社の方々の案件もあるので気をつけましょうと、まあね、最も大変なのは死亡事故によるお通夜だそうです。でこれ平均報酬が書いてないですね。へえ、まあまあその香典持ってくわみたいな人なんでしょう。要はそうですね、まあその示談でなったその お金次第っていう感じですよね、うん、きっとこの辺はナンパーとかだろうね。うん、うん、それも多分決めますもんね、示談というか話し合いで、うんうん、決めるだろうね。なんで変動がすごくありますので、う
弁護士だってそうだもんね、言ったら成功報酬の何パーとかだもんね。そうですね、うん、これ免許を持っていなければ違法、恐喝で訴えられる可能性もありますと、うんうんうん、1回の勤務時間はだいたい1日ということですね。うーん、まあそうだよね、1日あり話つくもんね。そうですね、うん、あ、トモ君すいません、はい、グレーゾーンのやつでしたね、アイコラ画像収集。あ、はいはいはい、グレーゾーンの仕事でこのアイコラ画像もあるんですけども、うん、女優やアイドルの画像を収集しアイコラ画像を制作して販売する仕事ですと。画像編集ソフトがあれば誰でも制作可能です、うん、初めは自分の好きなアイドルのアイコラを作ってみるなどして技術を磨くといいでしょうと、うん、ただし、うん、無修正のアダルトアイコラなどが違法なものもありますので注意が必要です。ああ、まあそういうことね、個人で楽しむ分にはもう何の問題もないけど、はい、うん、そういう無修正を日本に流すとか、はい、そういうのがある、ね、それでお金を稼ぐみたいなことをすると、うんうんうん、名誉毀損などで訴えられる可能性もありますと。そうだね、それはそうだね、はい、最近画像じゃなくて動画になってますからね。ああ、うん、もう動画もそのアイコラでできるってことですか。もうさ、今さアプリがすごいからさ、すごいすっごい、自分の顔を読み込んで、でなんかの映画のワンシーンにの出てる俳優にくっつけるみたいなさ、うんうん、自然にありますね、ああいうのあるじゃん。あれのだから要はそういう版よ、アダルト版みたいな。すごいな、ね、すごい時代だね。有罪になったよね確かね。あ、そうなんだ、作っとった人ね。へえ、うん、俺のデザイナーの先輩がね言っとった、一番フォトショップの技術を磨くのはアイコラだって言っとった。へえ、うん、もう角度から影の付け方から何から全部勉強になるって言っとった。あ、そのアイコラを作ると、うん、まあケースケも今読んどって言っとったけどさ、はい、技術を磨きましょうって言っとったし、うん、言ってましたねマジ難しいじゃんね。そうなんだ、うん、あ、やっぱこの自然になじますように、なじますようにやっぱ違う人の顔を違う人にくっつけるっていうのはね難しいよ。へえ、うん、大きさ調節だったりとかも、うんうん、全部細かくやっていかないといけないから。そう、別にさそのアダルトの方面じゃなくてもいいもんで、はい、持っとる人は一回やってみた方がいいと思う。自分の写真を誰か全然違う人の写真にくっつけてみるっていうのをやってみるといいよ。もう全然超難しいから。そう、技術だいぶ上がりますか。だいぶ上がるよ、それは。本当誰にも分からんっていう、普通にあこの人の写真だねって言われるぐらいになったらめちゃめちゃ多分仕事来ると思うよ。じゃあちょっとそういうの目指してる方は、うん、まあその違法にならないようにね。そう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 、技術磨く面では全然大丈夫なので、ただの自分の勉強としてっていう、うん、ぜひやってみてください、うん、フリー素材が僕たちのねツイッターにありますので。ケスケだってフリーだもんね。フリーです、僕はフリーなのでね、うん、よろしくお願いします。でもそれをフリーだからっつってそれをまた SNS に上げるのは違うぞ。うん、そうですね、そこはやめてください、うん、自分たちで練習するときに使ってください、使ってくださいっていうだけであって、うん、それをなんか自慢げにできたみたいに他人に晒すのは違うぞっていうね。晒す人がいますから ねすぐ行くぞってはい、じゃあここまででグレーゾーンのお仕事なんですけども、はい、うん、次は合法なんですけど肉体的、うん、精神的にきついお仕事について掘り下げていこうかなと思います、はい、大体合法ではあるんですけど、うんうん、どの仕事も怪我や病気のリスクなど精神的負担が大きいため、うん、肉体的とか精神的にタフな人は検討してみてくださいということですね、はい、まず一つ目、先ほども話しましたね、治験モニターなんですけども、うん、こちらは病院に通院や入院をして新薬を服用し副作用が発生しないかを調査する仕事ですと、うん、治験モニターと聞くと副作用が発生しても保証がない、モルモットみたいに取り扱われるなどのイメージを持たれやすいですが、これは正確ではありませんと。最初に契約書を記入しますが、副作用が発生して万が一影響が出てしまった時は保証を必ずしてもらえるよう契約書や誓約書に記載がありますと。理不尽な対応されることもありませんということですね。で、薬は聞いたことあるかなと思ったんですけど、うん、骨折バイトっていうのもあるらしいんですよ。あるね、俺これ知らなくて、これは噂で実際に骨折バイトっていうのが存在していたって言われていますと、うん、骨折してしまった人の治療後の回復を観察する目的で行われるため、骨折することがほとんどない足などは高単価になりやすいそうですと。しかし表立っては募集されていないため一般的な治験バイトと同じように探すことは難しいですと、うん、平均報酬日給が2万円前後、1日の勤務時間24時間、
これは入院の場合、通院の場合は1時間から2時間で、リスクとしては副作用が出る可能性がありますと。多分この24時間の場合はまた給料が上がるんですよね、うんうん、ということですね、まあ、ちなみに治験なんですけど、はい、治験のバイトも体重制限とか年齢制限あります。あ、そうなんですね。誰でもできるわけじゃないです。え、その健康、一般的な健康な人間。あー、なるほど。なので俺とか無理だよね。あー、うん、とかタバコ吸いまくる人とか、なんか持病がある人とか、はいはいはい、そういう人は無理なんで通らないんだ、うん、健康体であることが条件だったりするんですね、うん、そう、副作用を見るからさ、うん、それがある人でなるのか、それがない人でもなるのかっていうのをまたね、判断つきにくいもんね。平均的に一般的にこう、そうそう、まあオールマイティな人、うーん、なんかちょっとやっぱこの話にもありましたけど、うん、ちょっと実験的というか、うんうん、っていう印象はありますもん ね、なんか。ちなみに治験のバイトのいいところって、はい、まあ、行って健康診断必ず受けるんですよ、はい、絶対に。それでダメになった人にも確か交通費1万円ぐらい出るはずです。へえ、そうなんだ、うん、すごい。じゃあもうマジでお金ない時に行く人とかもいるのかな。まあいるんじゃない、落ちてもいいやってどうせもらえるからっていう。でもまあそこまでの交通費がなかったりするからね。あ、そうかそうかそもそもね、うん、まあまあ健康体の方はぜひ、まあ、やってみるのもいいんじゃないかなと、うん、犯罪に手を染めるぐらいならね、うん、はい。続きましてカニマグロ漁船、こちらはですね、漁船に乗り込み遠洋漁業を行う仕事、うん、で体力的にも精神的にもしんどい仕事として有名ですと、うん、乗船期間は10ヶ月から1年以上で、遠洋マグロ漁船は2年から3年になることもありますと。年収は1年で600万円ほどですと、乗船中は使う機会がないのでお金が貯まるんですが、海の上で危険なマグロ漁をするには相当の覚悟が必要ですと。でこれは精神的にもタグでなければいけませんと、うん、肉体的にしんどいのはわかるけど、なんで精神的にってなるんですけども、カニやマグロ漁船は仕事中は基本的に海の上で生活していて、常に同じ景色の中で生活していかなければなりませんと。で苦しくなってしまって途中で逃げ出すこともできず、一度乗船したら最後までやり遂げないといけないっていう精神的ダメージが多いようですね、うん、そして仕事内容もだいぶ体力的にもきついのでっていうことですね、うん、だいたい年収が500から600万円で、大体1回の勤務時間は24時間、リスクとしては気を抜くと大怪我をすると、精神的な病気になる可能性が高い、うん、そうですね。これは結構聞きますよね。うん、どうですか、500万から600万って聞いて、うん、1年年収が多いと思いますか。まあ僕ずっとフリーターだった身からしては多いかなって思います、ね。俺ね、ちょっと1年24時間働いとってそれだとちょっと少ねえなって思うじゃんね。だって月50万ってことだね、うん、600万だと。はい、だけどさ、まあ例えば手取りがさ、じゃあ40万だとして、でボーナスが入ってくるじゃん。で600とかだったらさ、ちょっと分かるっていうかさ、サラリーマンでもさ頑張りゃいけるところっていうか、上に、うん、だからそれに行けない人たちが行くんですよ、ね、まあまあそうだけど、うん、24時間働いてんだよ、うん、でさ、サラリーマンとかだったら家帰れるじゃん。そうですね。で、まあ、ちょっと落ち着く自分のスペースっていうもんがあるじゃん、うん、それでその金額もらえる、頑張ればね、うん、もらえるけど、マグロ漁船でそれかと思うんだよね。うん、まあだから足元見てんじゃないですかね、うん、ね、800万ぐらいあったら、うん、まあまあ分からんでもないと思うけどね、うん、だからもう小さい頃から漁船に乗るのが夢で、うん、勉強もそのために頑張ってして、うん、そこに行きますみたいな人いないじゃないですか、うん、まあ、知らないだけかもしれないですけど、うんうんうん、まあまあ漁師になりたいっていう人もいるかもしれない、うんうん、まあそのね、うん、北海道であのよく年末とかにやるマグロ漁船とはまたこれは違うんで、うんうん、遠洋だもんね、うん、なんでそういう人たちはそういう職にもつけずお金もなくてどうしようもない人が行くみたいな、うん、ちょっと映画牛島くんのあれがイメージがあるんですけどだと思うんで、ちょっと若干安いみたいな、うんうんうん、だってその北海道のやつとかだと何キロのマグロを釣り上げたらこれでもう何千万だみたいな、うん、何百万円だよしみたいな感じじゃないですか。だって奥とかで取引だもんね、うん、そうじゃないんで、うん、まあだから足元見て労働そうだねさせてあげるからみたいな、ね、うん、まあ大元でしょうね、うん、持ってくのはね。だってあの福島のさ汚染作業員って、はい、
いくら出てるか知ってる？1人。これ後で紹介しますよ、ちょっと。あ、本当？だけど、その、この次が原発作業員の話なんで。あ、じゃあその時に。その時にそれ言ってください。うん、ちなみに、じゃあ、あの、遠洋漁業の話なんですけど、はい。豊橋の横に蒲郡っていうところがあって。ありますね。うん。そこ、水産学校あるじゃないですか。はい。そこの、で、演習があるんですよ。3ヶ月船に乗るっていう。はい。3ヶ月ずっと船に乗りっぱなしっていう。うんうんうん、ハワイまで行くんですけど。ほう。そいつに聞いたら、吐くものがなくなると。船酔い心って言っとるやつでも絶対するって。でもう吐くものがなくなる。何吐くと思うって言われたもんで、え、何って言ったら血しかないよっつって。え、血出てくるんだ。もうね、吐きすぎて喉切れちゃって、それでももう気持ち悪いもんで、吐くんだけど吐くものがなくて、で血が出てくるっつってた。きつー。ねえ、きついよね。きつー。うわー、きつーって思った。だって3ヶ月あるうちの、ハワイ行けるっつったじゃん。はい、ハワイ3日しかおらんっつったね。うわ、え、帰りもまた船ですか。そうそうそう、なんか往復3ヶ月なんだけどっていう。すげえな。ねえ、なんか聞いたことあるんですよ、あのアメトークとかで、うん、男子校芸人だったかなんかの、うんうんうん、あのロバートの話でそんな話あった気がする、うん、へえ、きつかったみたいなこと言ってましたもんね。きついっつってた。やっぱもう帰れんし、うーん、うん、そう、だからよっぽどその日本で、収入もいい釣れれば、うんうん、で家が漁師だとかで目指してるっていう人はいると思うんですけど、うん、わざわざこの遠洋のマグロ漁を目指してる人はいないんじゃないかなってちょっと思っちゃってますね、うんうんうん、なんかやらされてる人が多いのかなっていう、うん、やらざるを得ないというかかなと思いますね、うん、じゃあ続きまして、はい、原発作業員ですね、はい、仕事内容は防護服を着て、瓦礫撤去の作業ですと、はい、放射線の都合で規定時間内しか働けないので1日2万円から3万円が主流のようですと。で、原発の知識経験を持っていれば計測器を使って、そこが作業できる場所かどうかを調べて、うん、1日40万円稼げることもありますということですね、うんうんうん、はい、まあ、大体の平均報酬が月給40万円前後で、うん、勤務時間が8時間、リスクが被曝の危険性があるということですね。さっき言ってたじゃないですか、トム君。ああ、ああ、うん、補助金出てんすよ。ほう。作業員に対して。ほう。一人10万から15万出てんすよ。あ、その、行くだけで、まず。いや、一日の仕事に対して。ええー。でも、さっき言ったじゃん。2から3万です。うん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 。なんでだと思う。なんで？ちょっと考えればわかるけど、要は、中に仲介が5社ぐらいおるってことじゃん。抜いてくんすよ。あ、だその中にはもちろんそっち系の人もおるだろうし、うん、だ末端にはそこ、ま、そこだけしかいかないんだよね。なるほど、ね、これ怖いよね。怖いっすね、うん、不敬っすね。不敬ら、うわ、かフリーランスとかあるのかどうか知んないよ、うんうん、フリーランスで言ったらまるまるそれだけもらえるかもしんないけど、どっからもらうのっていう仕事も、うんうんうん、だし、だから一番上からじゃあ折半ねって言われたら7万5千、15万で取るとして、はい、7万5千ずつだけど、2個目に行ったらもう、5万5万抜いて、じゃあ5万ですってなるし、それが何個も挟めば挟むほどどんどん下がってくるわけじゃん。で2万から3万になってるとってなるっていうね、まあ、今多分その2万も3万もいかないよ、多分もう1万5千とか。すげえな、深いわね、闇が。そういうからくりが実は、まあそんなどこでもそうだけどね。それで稼いでる人もいるという。だって俺だってさ、言ったらさ、ウェブの仕事だって全部が全部俺やっとるかって言ったら、もちろん全部やるやつもあるよ。うんうんうん。あるけど、まあ下請けに流す場合もあるしね。ああ、ここをやっといてくださいみたいな。うん、そう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 。お願いしますって言って、で、こんぐらいの報酬で大丈夫ですかみたいな。うん。でもそれと一緒、それがずっと下請けが下請けに回して、また下請けに回してってやっていくと、そうなっちゃう。なるほど。うん。まあやっぱその、被爆するっていうリスクがあるから自分は行きたくないからそれを仕事として振るみたいな人もいて、うん、そう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 、あ、まあそれを紹介するための会社があったりとかもして、うん、そう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 、あ、あれとかちょっと問題になったよね、あの派遣会社とかもね。あ、そうなんだ。抜きすぎみたいな。へえ。だから派遣会社に登録 しとる人ってさ、儲かるじゃない、仕事くれてありがとうございますの人多いじゃん。はい、多いけど、例えばじゃあ日当8000円ですよぐらいのやつとかって、うん、だいたい日当2万円ぐらいだよ。そんぐらい抜いとるでね、本当に。へえ、うん、まあ1万5000とかかな、だいたいリアル。
で抜いて8000円とか、まあ、半分、うん、結構持ってだって言う、うん、あこれ言えんわこれ言えんやつだったYouTube だってさって今言おうとしたけど言っちゃダメなやつですね、うん、言っちゃダメだじゃあちょっと時間も時間なんで、はい、最後にしようかなと思います、はい、まあ、他にも結構あったんですけど、はい、ごめんなさい俺が喋りすぎました。いや全然全然、まあ、これまたね、うん、でき特集できればもう一回やってもいいかなと思うし、うん、おかげで楽しくなりました本当ですか。そうですよ、だって俺実際にそれがどうだっていう知識はないですから、うんうん、こうらしいですよっていうのを紹介して、なので気をつけてくださいっていう回にしようとしてたんですけど、うんうん、結構いろんな情報が出ましたからね、あ、はい、よかったです。いやこちらこそ、うん、なので最後いきますね、はい、着ぐるみ、はい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 、はい、着ぐるみを着ての仕事は裏バイトではなく一般的なアルバイトとしても求人情報サイトや雑誌に載っていますと、うん、ただし夏場では着ぐるみ内の温度が急激に上昇するため脱水症状などのリスクが高い危険な仕事の一つとも言われておりますと、うん、着ぐるみの仕事を探すとしたらネットの求人情報誌から探すことで見つけやすいですが、遊園地やイベントの派遣会社などからの仕事を斡旋してもらうこともできますと。で着ぐるみの内容によって身長制限もあるため男女 どちらでも行える仕事ですと。だいたい日給が1万円弱、1回の勤務時間が4時間から8時間で、まあ、リスクは熱中症脱水症状になる危険性ということなんですけども、これはまあ日給にしてはや高いけど肉体的に辛いっていうね、きついだろうね、うん、仕事なんですけど、これ僕ねやったことあるんですよ。え、着ぐるみ、はい、すご、高校生の時のお祭り、はいはいはい、豊橋だと有名な夜店っていうのがあるんですけど、あ、はい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 、それがだいたい5時から9時までやるんですよ、うん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 、その間、歩き回るっていう、うん、その通路があるんですけど、その通路を着ぐるみ着て歩き回るみたいな仕事があったんですけど、それも1日8000ぐらいもらいましたからね。すごい、うん、4時間ですよ歩いてるだけで。めちゃくちゃ暑いですけど、ね、暑いよね、うん、だってその夜店って6月にあるじゃないですか。そうですね、結構暑いもんね。めちゃくちゃ暑いです。うん、大変だわ。あの着ぐるみ欲しいなって思ったことある、うん、じゃあでもめっちゃ臭くなってます。まあそうだよね、あれ1個買うと何円ぐらいか知っとる？アマゾンとかで。え、知らない。多分5万ぐらいだよ。あ、結構しますね一式。うん、結構するな。作りいいやつはね。うん、そう、でもその俺は若かったのもあるし、うん、まあ、時間も短かったんで僕がやってたのは、うんうんうん、そんなきついなって感じはなかったっすけど、うん、まあでもね、歩いてるだけで8000円もらえたらね。そう、あとねめっちゃ人気者になるんですよ。ああ、わかるよ、わかる、うん、寄ってくるよね。寄ってくる子供たちもそうだし。なちゃんと投げ飛ばしてやった？いやそんなことしないですよ一本背負いとかかましてやったかますわけないじゃないですか近所の高校のマドンナ的な子が、うん、うわーっつって走ってきて抱きついてくれたりとか。ああ、ね、よかったね、よかったね。で大人になって仲良くなるんですけど、うん、あれ俺だてって言っときました。あの時のもう一回やるって言わなかった。言わなかったっす。今中身俺だて抱きついていいよ。それいいね。ね、いいっすよね、うん。当時は使えなかったっすけどね、ちょっと。うん、まだシャイボーイが出てました、ね。ああ、なるほどね、はい。今だったら全然言う。全然言えますね。た、う、だ、ん、その場で脱ぐでしょ。俺って。俺って言って。俺っつって。俺って。でもねやっぱあの歩いてる時は撮っちゃダメみたいなのありました。ああ、まあそうだよね、うんで、まあ、僕同じ高校の友達と違う高校の友達と一緒に行ってたんですけど、うん、通路歩いて球場の方まで行くじゃないですか、うん、で球場の裏の方ってすごい隠れる場所みたいなのあって、うん、あるねあるね。そこでもう暑すぎて、うん、顔取ってちょっと休憩するみたいな、うんうんうん、こっそり、うん、あの回ってる体でやってたんですけどね、うん、そうするとすげえ、あ、猿が顔取ったとか言ってすげえ言われるんですよ。やっぱ子供たちが見に来とって。はい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 。すげえバレるっていう。俺ね、一回ね、はい、それまた違う豊橋の一日だけの祇園花火の時に、はい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 、その花火が打ち上げられる近くで、タピオカミルクティーを売るっつって、はい、それもう結構前で タピオカブームが来る前だよ。あ、でも今回のブームの前に来てますね。あ、そうかそうか。うん、その時かな。うん、その時に、タピオカマンみたいなの作ってくれんみたいなの言われて、ダンボールで、はい、その要はタピオカのなんていうのかよ、あのカップみたいな、カップ、カップ、そうそう、うんうん、カップみたいなのを作って、それを着て、はい、かぶって
ストローみたいな。そうそうそう。っていうか、なんか、まあ、ストローは横から出てるんだけどさ。あ、そうか、タピオカマンですもんね。なんか、やってくれんって言われて、はい、札を持ってほしいみたいなの言われて、俺は、てっきり、そのタピオカマンの、その、段ボールを作ってほしいって言われたと思う。はいはいはい、はい。あいつ強いっすよ、つって、うん、作るじゃん。はい。これ、誰に合わせるんですかって、サイズ。はい。だから、あ、トモくんじゃないのみたいな。オッケーっす、つって。でやったんすか。やったよ。で俺かぶるもんとか考えてなかったからさ、はい、そのタピオカのだけ、まあ、カップを、はいはいはい、ちょっとあの女子の水着みたいな感じの、そう、もう、まあ、でも肩の上まであるからね、うんうんうん、カップの上が、はい、でかぶりもんどうしようと思って家にあったあの金田一耕助のスケキ用のやつがあったんですよ。はい、被ってきましたね、それ。めちゃくちゃ怖いじゃん。めちゃくちゃ怖いじゃん。ゃで、それに、もうちょっと顔を、なんか、可愛らしくして、とか言って、うん、描いてほしいって言って、めちゃくちゃパンダみたいなさ、黒縁にされて、でももうね、怖って言うじゃんね、通ってここが。で、俺もさ、なんか声とかかけりゃいいけどさ、もうこの札を持っとればいいって言われたもんでさ、はい、もう動かんじゃんね、熱いし、うんうんうん。で、たまに呼ばれてピクって動くと、動いたって言われてた、懐かしいなって、それを思い出して。みんな客寄せパンダでやりたいのに、ただの名物変なやつみたいな。そうそうそう。タピオカマンです。どうも。タピオカマンっていう格好があったのか。そうだね。俺はね、うん、結構年末年始の敵屋さんのバイト手伝ってって言われてやったことあるんですけど、うんうん、仕事ができすぎて、うん、手伝いだったのにもう店任されるようになって、うん、チュロスずっと売ってたんですよ。あ、はい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 。じゃあケイスケから買ったよっていう人も聞いとる中でいるかもしれないですね。まあでも当時もう今より20何キロ痩せて、あ、そっかそっかそっか、すげえシュッとしてたんでもう変わり果ててますけど、うん、俺もあの当時タピオカ売ってたんで、もしかしたら知ってるっていう人もいるかもしれないです。スケキヨが。スケキヨ。落書きされたスケキヨ、実は僕です。僕ですっていう。はい。はい。ということで、うん、今日は闇バイト紹介させてもらったんですけども。うん、なんかちなみに最後なんですけど、はい、こういう変わったバイトやったことあるよっていうのあります？変わったバイト、うん、いや、俺はもうあんまないかな。その。あんまみんなやったことないんじゃないかなっていう。その2つぐらいかな、うん、その着ぐるみ、お店の着ぐるみと、うん、敵屋さんぐらい、うんうんうん、まあ、あとは僕ずっとガソリンスタンドで働いてて高校の時から、うん、で大阪住んでる時もバーとかだし、そうかそうかそうか、そっからもずっとバー飲食店なんで珍しいのはないかな。俺ね、多分これあんまみんなやったことないけど聞いたことあるかもしれんっていうのは1個あるよ。ほう。線路の上を夜歩くっていう、ね、はい、点検で、懐中電灯持って、何なんか異変ないかっていう、豊橋駅だったら豊橋駅から稲まで歩きますよみたいな。うん、結構歩きますね。結構歩く、結構歩く、夜通しだもん。へ、1日だけやったことある、先輩の代わりに行ったっていう。それ結構普通にいい給料もらえるんですか。でも俺その時代わりに行ったもんだよさ、その先輩から1万円もらっただけだけど、うんうんうん、日給どうなのか分かんない。へ、うん、多分もうちょっともらえるんじゃないかなって思う。やっぱ変わってますね、そのバイト、ね、知らなかったっすもんね。たまに電車通るでね、だから貨物とかは。いや、それ避けるんすか。避けるっていうかね、分かるじゃんね、あの言ってくれるもんね、はいはい、無線は繋がっとるもんね。ああ、電車来るよって、うん、でもね、ちゃんと JR のやつだと思うよ。へえ、うん、全然知らなかった、そんなあるね。俺もそのなんか先輩に代わりにどうしても今日抜けれんくて入っちゃってるもんで行ってくれんって言われて、うんうん、あの電話しとくもんで代わりに来たって言ってくれればいいもんでっつって。いや、そんな簡単に行けるんですね。いや、多分本当はダメだと思う。あ、こっそり、うん、俺そのピンチヒッター3回ぐらいやったことあるでね、そのバイトじゃなくて、うん、違うバイトの。例えばゴルフ場のボール拾い。ゴルフ場のボール拾いめっちゃ楽しいよ。え、そうなんすか。で結構時給高いじゃんね、確か1500円以上は行っとったと思う。高い。でもまあ1時間もないじゃん。うんうん、うん。でも多分1回3000円ぐらいだと思うけど、そのゴルフ場が、あ、打ちっぱなしのね、うんうんうん、終わって、あの球を、ちりとりのついたカートみたいな、ほう。あのスーパーのカートみたいなのじゃん。はい。あれをザーってやってくと、その下からさ、ちりとりみたいなのが巻き上げて、うんうんうん、カートの中にボールが入ってくみたいな。あ、気持ちよさそう。の、なもんで、ね、めっちゃ気持ちいいに、ザザザザザザって言って。あの夜の、通販番組の掃除機の
やつみたいな、うんうん、めっちゃ綺麗になるってめっちゃ綺麗になる、うん、あの白い球がゴルフボール、ね、最高じゃないですか楽しそう、うん、やったことあるあれテンション上がりそうですね、うん、珍しいですね、うん、一回あるあとねペンキ屋さんペンキ屋さんまあ普通だけどさ、うん、あ塗るの手伝うみたいな塗るの手伝うっていうサッシの枠を他はローラーでやるもんで、はい、あのサッシの枠だけそれでまずハケで塗ってってみたいな。へえ、うん。ピンチヒッターね、すっごい山奥だったけどね、つくでっていうところ。山奥ですね。山奥なのに昼ランチがめっちゃ魚介の店があったじゃんね。へえ、うん。謎。海鮮ですか？海鮮海鮮。へえ。すごい謎ですね。謎。山しかないからねあそこ。ね、定食屋だったけどね。海鮮ばっかり取り寄せてるんですよね。それあね、まあ多分恋しくなるんだろうね。うん。なんか皆さんもねちょっと変わったバイトやりましたみたいなあった、ねね、それもちょっと教えてほしい。あそれもいいですね。闇バイトじゃなく、うん、変わったし、まあ、オカルトじゃないか。まあでも闇バイトと同じようなもんでしょ。あんまりやったことないとか闇バイトハテナみたいな感じにします。ぜひぜひ。はい、あとこういう情報知ってるよみたいな。あそうですね、うん、聞きたいということで、うん、今日はこんな感じで闇バイト裏バイトというものを紹介させてもらったんですけど、うん、いかがだったでしょうかと。楽しかったです僕は。いやこちらこそですよ。情報がね熱いものになりましたので。よかったです。いやありがとうございます、うん、またやりたいなと思います。はい、好評ならば、はい、続けていこうかなと思いますので、うん、皆さんコメントのよろしくお願いします。お願いします。ではこの話もし自分だったらありがとうございました。また後ほど。